こんにちは、日本海各島靴沢です。睡魔、推理魔法様、ドンコウ様、ワイ様、お手紙もアルフィットちゃん様、お手紙もご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金と河野太郎裁判費用に、させていただきたいと思います。今日2月23日は天朝節、金城陛下64歳におなりになられまして誠に誠におめでとうございます。謹んで、お喜び申し上げます。少し前までは上皇陛下の天朝節が12月23日でした。上位されてからはもう5年。早いなー、笑っちゃうんですけど、上皇陛下は現在90歳に、おなりになられ、多忙なご公務考えるとご上位されてよかったのでは。あいにく小雨ですけれども、一般参賀に多くの方が集まられた、ネットニュースでやっておりました。小雨ですけれども、公安、警視庁公安と公安調査庁、今日は大集合です。皇居に大集合です。紙の小鳩渡されてですね、有志、ボランティアの方、で、みんなで、こう、天皇陛下、お出ましになると振るんですけど、現場にいると、すごいですよ。その紙、旗振る音が、ほら、何万人も振るから、バシャ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 って、すげえね、なんか、イケスで、鯉の大群が泳いでるみたいな音して、背中がゾワッといたします。一度は、ご経験、行かれたことない、一度はご経験、なされてはいかがでしょうか。イケスの、鯉の、バシャ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 、すごいから、ゴーザーって聞こえるの。合わさってね。紀元節や、天朝節や、子供の日など、動かせない祝日と、成人の日とか敬老の日とか動かせる祝日ありますよね。今年はたまたま天朝節が金曜日だったので、土日が休みの方は3連休になりました。とは言ってもですね、税負担が重くて重税で遊んでもらわないですけどね。共同通信、いやー、自民党の若林洋平が、日本の文化、しきたりを理解できない外国の方は母国にお帰りくださいとか言ってクルド人憎悪を煽ってる、ガン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 、これね、日本人いね、精神病院行けは記事にしてない、こういうことも言ってる、こういうこと言ってるやつも帰るって言ってるんですけど、それには触れないっていう、姑息な共同通信であります。世論です。支持する。もっと言ってやって。いいね。応援しちゃうな、これは。極めて真っ当な投稿でこれに文句つけてるやつは、テロ組織側。放置してるとギャング化すんだろうが、これは特定民族を理由にしたんじゃなく、日本の文化やしきたりを理解しないことを理由にしているのでは。不法滞在を早く取り締まってください。不記載なんかどうでもいいから、外国人問題を国会でやれと。相変わらず逮捕されたらトルコ国籍。ヘイトを受けたらクルド人って使い分けてますね、共同通信ね。トルコ大使でさえですね、問題視して埼玉県知事を表敬訪問とかしてんだから、隠しても隠しきれないですね。若林さんにですね、我が物顔で日本人に迷惑をかけ、挙句日本人いねというならどうぞお帰りくださいとも回転ですよね。共同通信はここは問題にしないのかな。日本人いねと言ってもですね、帰れって言うなって言いたいんですかね、共同通信は。共同通信はそれはヘイトスピーチじゃないってことなんだろうか。だったらですね、共同通信記者死ねとかですね、共同通信記者は、精神病院に行けって言っても書いても、笑って許してくれるはず。笑って許してくれるはずですね。それはヘイトスピーチではないのだからね。在留資格、特定技能について、現在の12分野に自動車運送、トラックの運転手とかかな、タクシーとか、鉄道、林業、木材産業、家具、
作ったりする産業でしょうかの4分野を追加する方針世論です。ずるずると拡大させていってるな。人口減は移民で解消路線は止まらんだろうな。鉄道は事故ったら被害者人数シャレにならんのだが、事故を起こしたら海外にとんずら、参政権もすぐない、インフラを外人にやらせるとかバカじゃねえの、どんどん移民天国になっていくね。運転手の俺、給料上がらないの確定、移民を入れて日本を破壊する自民党と、現在はですね、介護、ビルクリーニング、ってあれかな、ビルの外で吊らされて、ロープでぶら下がって、ガラス掃除するようなお仕事でしょうか、繊維製造、建設造船、自動車整備、航空宿泊、農業、漁業、飲食料品製造、外食の12分野ですね。見てわかる通り、まあ外食とか、以外、宿泊なんか以外は男の仕事です。はっきり言って、これ男の仕事。介護も女性も、あれだな、大丈夫かな。それ以外は男の仕事です。これに追加で自動車運送、鉄道、林業、木材産業と。これ以外の仕事の方が少ないんじゃねえの、もはや。これ、大体網羅してないこれ。お仕事のね。どんどん追加されてですね、そのうちですね、なんかしらで働いてれば、よし、在留させてやってなるよな。で、高齢化や病気で動けなくなった外国人を送還しようとするとですね、パヨが人間を使い捨てするなって騒ぐと。今でもですね、10年ぐらい滞在して、そこが、良好だったら、行儀が良かったら、永住権を与えるなんてことしてますけれども、外国人が仕事するイコール日本人の賃金上がらないってことなんだけど、自民党はその辺理解してんのかな。俺運転士、給料上がらないの確定なんて投稿もあったでしょ。今のところ男性不足な業界が指定されてるけど、日本人の男性が来てくれない賃金しか出せてないからでしょそれ。人手不足っていうよりも賃金不足だよな。今後はですね、人口減の需要減で全分野が縮小してくんだから、人手不足の対策せずに企業数調整した方がいいんでは。つまり潰れるに任せる、その方が自然でしょ。賃金出せずに人が来ない会社っていうのはビジネスモデルが破綻してんだから潰れてよしと私は思ってるんですけど、冷酷でしょうか。日経平均史上最高値更新に共産党小池発狂、実体経済とは全く無縁で、ある意味バブルだ。株価が経済指標として意味をなさなくなっている、世論です。ある意味ってどういう意味それは日本が没落しないと党員増えないからな。日本共産党としては、日本が常に不景気でないと困るからね。生活困ってる人が増えないと、共産党も商売上がったりですもんね。パヨってなんで日本にプラスなことが起きるといつも発狂してんの？知らん人ほどバブルっていう。共産党員に経済の話無理やろ。日本の景気が良くなると都合悪いんですわ。実体経済とは無縁。正確にはですね、国内経済とは無縁ですね。海外で、稼いでると株価上がりますから。国内で稼ぐんじゃなくて海外で稼ぐ。例えばトヨタであるとか。ある意味バブル。これは間違ってる。バブルなんかでは全然ないですね。バブルっていうのは皆さん浮かれて実体のない虚像を買いまくっているのがバブルですよ。みんなが浮かれてる状態が永遠に続けばいいがですね、そんなことは不可能なんで、いずれ弾けるのがバブルですよ。日本の今の状態は全然バブルではない。まあ、共産党員に経済の話してもですね、はてな、ポカーンってなるのは目に見えてますけれどもね。小池の話も全然間違ってるんですけど、まあ、共産党員はこのぐらいで納得するんでしょう。小池より経済バーダーね、不景気でないと困る共産党、共産党はですね、体制に今のように不満を持つ人を集める商売やってますから、世の中そこそこ快適だとですね、非常に困るんですよね。だから普段からたゆまぬ努力で世の中悪くしようって必死で頑張ってんのね。LGBT やら同性婚やら夫婦別姓やら外国人産経参政権やら共産党を推すものすべて日本を悪くするものと考えていれば間違いありません。食品宅配大手オイシックスラ第一会長の
藤田和義77歳、ツイッターで放射能汚染水デマを拡散し炎上、会長渋々その投稿を削除だが炎上やまず、俺は悪くないが騒ぎになったことは悪かったみたいな謝罪を投稿しますます炎上、全く謝罪になってない、株価下落、オイシックス社内で懲罰委員会にかけられ停職3ヶ月が決定、本人の意向で会長辞任、高島社長も監督責任ということで1割減俸3ヶ月の刑に、なりました。最後の最後にやらかして、まあ、晩節怪我しましたね。まあ、77歳だし引退の頃合いじゃないのかな、世論です。風評加害企業オイシックス、口は災いのもと、まず誠実に自己対応し続けている東電に謝罪に行けよ。これはまずいっくす。代表権返上してないなら意味ないけどな。これは美味しくないっくす。おっさんダジャレ好きだな、兄ちゃんのおっさんどもはな。テレビしか見ない標準的なパヨだったんすかね。ツイッターやってたやつけど、パヨった意見ばっかり目にして、自らパヨ度を増したんでしょうかね。東電に謝れ、全くですわ。処理水だって世界標準からしたら飲料水に使っても差し支えないレベルなのにね。真面目に働いているそこの社員さんが気の毒ですね。こんなんで株価下落しちゃってね。ただですね、ここね、サンプル頼むと、後がしつこいんだって。後がしつこい。もういらねえっつってんのに何回も電話かかってきたり、お手紙来たりするのにしつこいんだって、ここ。その他のニュース、鈴木財務大臣、納税するかどうかは各議員が決めることと発言し、じゃあ俺らも自分で決めていいのかやと大炎上、言葉足りませんでしたね。資金団体の金を自分の収入とするか政治資金で使うかは各議員で決めることといえばさほどでなかったんですけどね。もしかしてこの人は自分で税金払ったことないかもしれないですね。資金団体運用っていうのは、まあ政治資金団体運用っていうのはまあ中小企業経営にも似たとこあってですね、あと社団法人の経営とかね、他人に任せっぱなしなのでよく分かってねえのかもしれないですね、この人。父親の鈴木善光から受け継いだ資金団体やら講演会やらで、まあ中身何一つ知らなくても不思議じゃないですね。ドリル・オブチのように、ドリル・オブチも、資金団体とか講演会とか中身何にも知らなくても問題ねえもんね、親からもらったもんだね。昨日2月22日、竹島の日、式典開催。韓国政府が、三林大輔在韓日本公使を呼びつけ抗議。徳島は売りなら領土。そんなに自信あるんだったら、なんでハーグ行きを固くなに拒否してんでしょうね。国際裁判で争いましょうよ、そんなこと言うな。盗んでおいて抗議するとは、盗っとたげだけしいですね。三林公使もムカついたら引き上げてきていいっすよ。そこ敵国なんだからね。かつて売り上げ全国一位を誇ったこともあるイトーヨーカドー津田沼店が閉店、決定、人口減ですからね、企業の数の調整は仕方ないんですよね。人口に対して過剰競争、イコール人件費ケチるイコール人手不足で倒産っていうのは自然な成り行きなんだから、自民党はね、外国人で企業や店や事業所を延命させようとすんな、不自然なことすんな。中国共産党が嫌がらせで禁輸にしてた北海道のホタテ輸出、東南アジア向けが1年で1億7300枚になり、去年の6倍になったそうであります。今日好調ですね。今後世界のトレンドはスルーチャイナ。河野一族の日本大使どうすんだろうね。香港、北京、蘇州に3つも子会社あんだけどね。ミャンマーの反組織、反政府組織の代理を名乗る。ミャンマーの反政府組織の代理を名乗る。日本人を名乗る。ヤクザを名乗る。海老沢武60歳と名乗る人物を、イラン軍関係者を装う。米国捜査員にプルトニウム売りつけようとして逮捕。難しいですね、この人物関係が。みんな名乗ってて、海老沢が持ち込んだサンプルはですね、核兵器に転用レベル、転用可能なレベルのプルトニウムだったみたいであります。プルトニウムなんだけど、核兵器に転用可能なレベルだった。ミャンマー名乗ってるけど、北朝鮮絡みでしょうね、これね。日本人ヤクザ名乗ってるけど、
日本人じゃないよな、これ。ヤクザは本当かもしれないけどね。北朝鮮とイランだったら、テロ支援国家同士で直接取引しないんかね。ロシアが仲介するとかしないんかね。謎だらけの事件で続報待ちですよ。まあ、捕まえたとこがですね、アメリカの情報部やら公安部だったら、闇から闇で続報ないかもしれんけどね。川崎市の公立小学校職員、232人、旅費不正受給や、これ、公金詐欺じゃねえか。服務規定違反で、懲戒などの大量処分。これは公金詐欺で、起訴とかなんねえの？大量処分だけで済むのか？刑事犯じゃないのかな？市長、非常に遺憾と記者会見。そんなんだから、ふるさてのやつへ流出額、日本一になっちゃうんですよ。40億円流出したとか騒いでたけどね。早速ですね、川崎市と、あだ名がついていましたけれども、真面目に暮らしている川崎市民には、いい迷惑ですよ。教職員が犯罪を犯しててはね、公金詐欺じゃないか。ウクライナ人口4200万人中、国外に避難したのが648万人。人口の 15% いなくなるってすげえっすね。日本だったら1900万人が消えたってことに。県の5つか6つ、7つ8つ、消えたってことになりますね。すげえな。日本人の一生懸命とは大違いですけど、自分のあの場所に命をかけるとは大違いなんですけど、嫌になったら逃げる、都合悪くなったら逃げるの方が、むしろグローバルスタンダードとグローバルスタンダードなのかもしんないな。日本にはですね、約2000人が避難中だそうであります。クルド人と違って、こちらは固まって問題起こすとかは、まだ聞いてないですね。ミス日本にウクライナ人がなっちゃって、みたいな、ちょっとごたごたした話を聞いてますけど、ロシアの軍事評論家、アンドレイ・モロゾフさん死亡。当局は自殺と発表。ウクライナ侵攻以来、兵士1万6000人と車両300両を失ったとネットに投稿してました。これは自殺ですな。今年卒業の中国人大学生、8割以上が就職が決まらず失業確定。頼むから日本に来んなよな、頼むからな。外国人働かしたら日本人の賃金上がんねえんだからさ。でね、企業とか未成の数が淘汰されてですね、レッドオーシャンがブルーオーシャンになってですね、過当競争戦で良くなってですね、日本人にそれなりの賃金出せるように、儲かってですね、っていうのが健全ですよ。健全。だから外国人で店や事業所や企業をゾンビのように延命すんなって、自民党は、5% で騒ぎ出す、10% で暴れ出すっていうのが、大体世界標準なんですよ。外国人の人口ね。日本はまだ 2.何% で、あれですけど、これで倍ぐらいになったら、必ず騒ぎ出すから。で、もっと増えたら暴れ出すから。自民党はやめろって、外国人で補充しようとすんのは安易に。それよく潰れるとこは潰れてもらって、企業の数調整しろ、いう話であります。日本改革とご支援ください。メール登院になって、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。デトックスジャパン。